ょっと話ガラッと変えますよ。もう一つ小規模農業のやり方として、このファンクラブ型ってあります。これ何かというと、早い話が既存のマーケット以外で勝負するって言って、これがさっきの既存のマーケット、ここで9兆円30兆円50兆円っていう流通業界のマーケット。ところがここにですね、このマーケットじゃないダイレクトマーケットって言ってから直接お客さんとつながる農業が今できるんですよ。どうやってか、インターネットですよ、 SNS ですよ、ウェブサイトですよ。このウェブサイトを使ってから全然こことは関係ない自分だけのお客さん、自分だけのお客さんとつながって、自分のミニトマトを毎日10パック買ってくれるお客さんが毎日100人いたら毎日1000パックくれるんですよ。毎日1000パック、ね、これすごくないですか。自分の、まあ、自分でトマト、ミニトマト作って、もう山下さんとこのミニトマト買った方が大好きだっていうファンが1000人いてて、その1000人がのうち100人が10パックずつ毎日買ってくれるってするならば、もううわうわじゃないですか。たった1000人でいいですよ。ってことは、で結果今までの大規模農家とか、スイミー農業っていうのはどうしてもこっちの世界、こっちの世界で戦わなきゃいけなかったですよね。こっちの世界、ところがここは全くここ関係ないです。なんでかというと、とにかくここは業界でしょ、これ業界でしょ、業界じゃないこの周り全部で、これ周り全部、周り全部のこの一般個人客一般個人客って世界に70億いるんですよ70億、日本だけで1億2000万いるんですよ。だから業界相手にするビジネスじゃない、もう B2C って言ってから一人一人とつながって自分だけのファンを作るっていう農業が今あるんですよ、ファンクラブ型。これがお客さん全ての人、全ての人っていう農業は僕がやり始めた、平成元年にそんなのなかった。だってインターネットがなかったっけ。今みんなスマホ持ってるじゃないですか。だからこういう人たちっていうのは今一番、農業に、必要な農機具はスマホだって言ってるんですよ、うん、だからこれも含めて、もしこういう農業をやりたいならば、このお客さんを集めるファンを得るための勉強をもう今すぐ始めなきゃ。 SNS でどうやったら人が喜ぶのか、Facebook の文章の書き方、YouTube のアップの仕方、今、自分がお客さんにしようとしている世代が Facebook を見てるのか Twitter なのか Instagram を見てるのかっていうふうにマーケティングリサーチとか言って、だからもうここまで来ると農業なんだけれども商売だよね。だから個人相手の商売だから、だからどうやったら俺のファンになってくるのか、俺のファンになってくれるためには何て書いたら喜んでくれるか、何て書いたらいいねしてくれるかって、もう綿密に計算してる、綿密に計算で、やり方知りたい方は僕もこれ勉強してるんでやり方わかります。だからいろんなやり方があるんだけど、これはこれの成功の道、もうこういうことをやれば必ずうまくいきます。大規模農業みたいにこういうのをやりたいならこれはこういうふうなやり方の道ね、でファ、さっきの睡眠方は睡眠方で成功する道っていう風に、多様化してるからやり方がもう全く違うっていう話なんです、はい、でおそらくこのファンクラブ型っていうのはこれからトレンドになります。なぜかというとまだ誰も手つけてないからですよ、うんね、だからいわゆる農家なのにメルカリみたいなことをするわけです。もう昨日来たあるウェブサイトの会社の社長が、山下さん農業したいんですって言って、あでじゃあこれやればいいじゃないですか、だってウェブサイトを自分でやってるわけだから、ウェブサイトのホームページとか作る会社の社長さんが農業始めます、ね、普通に、農業したって農家に勝つわけはない。ただこっちのファンクラブ型の農業するならばもう お手の物ですよね。なんかそういう人が昨日今日来た人がいきなりやってきて勝手に始めたらもういきなりこれは売れますね、はい、ということです。だから自分だけの意見に自分だけ入れる状態を作るということです、まあ、そのために何するのか、まあ、ターゲットを絞り込むだの、売りを作るだの、クロスマーケティングで訴求するだの、見込み客をするだの、顧客リストと、もうなかなか農業業界で聞かないマーケティング用語ばっかり出てくるでしょ、ね、何クロスマーケティングでなんだって。でもそういうふうに俺は、いや山下さん俺なんかインターネットでなんか野菜売りたいっちゃねえみたいな人がいたならば、あオッケーオッケー、じゃあ一緒にクロスマーケティング勉強しようかって、はってなるけど、もうやること決まってるからこれすれば成功するって、うん、なんですよ。